甲府サッカークラブはかつて存在した日本のサッカークラブ1965年に創部された。故障は甲府クラブや甲府区、甲府 SC。日本プロサッカーリーグ加盟のバンフォーレ甲府の前身となったクラブである。甲府サッカークラブは1965年に山梨県立甲府第一高等学校の OB チーム鶴城クラブが 日本サッカーリーグへの昇格を目指して全国社会人サッカー選手権大会に出場する際に他校出身選手も交えて創設された。クラブは建設会社を経営する川で両一万の支援により運営されていたが企業チームではなくクラブチームであり選手は様々な職業の人間から成り立っていた。1967年より関東サッカーリーグに参加。 1969年には全国社会人サッカー選手権大会において優勝、JSL との入れ替え戦に進出するも、日立製作所本社サッカー部に2戦2敗で昇格はかなわなかった。1970年も同大会で準優勝したが、入れ替え戦で日本交換サッカー部に2戦2敗で敗れて昇格はならなかった。1972年から新設された。 JSL2 部に参加。1980年と1981年は、低迷仕入れ改戦に回る者の,のいずれも勝利して、JSL へ残留した。1986年に、河出が死去して、クラブの存続が危ぶまれた時期もあったが、支援者の資金協力により存続が決まった。1992年の JSL 閉幕時には、1972年の、 1> 第1回大会から1991、92年の第20回大会まで昇格も降格も消滅もせず JSL2 部に所属し続けた唯一のチームとして特別表彰を受けた。1992年からはリーグ制度改正に伴いジャパンフットボールリーグ2部に参加。1993年。 QJFL2 部において10チーム中九位となり、地域リーグへの自動降格の危機に陥ったが、甲府より上位に位置していた NKK サッカー部と、トヨタ自動車東富士 FC がこの年を最後に、敗布したためかろうじて入れ替え戦に進出。甲府市緑が丘スポーツ公園で行われた入れ替え戦において、日本電装に2-1で勝利し、翌年から一部制になる。 QJFL への残留が決定した。QJFL に残留したチームは、J リーグ参入の機運が高まり、県サッカー協会や OB らによって、その準備が進められた。1995年にアマチュアクラブの組織を維持した、上で、チーム名をバンフォーレ興奮に解消した。1997年にプロクラブ化に向けて、その運営法人となる。 バンフォーレ山梨スポーツクラブが設立。アマチュアクラブのバンフォーレ甲府より運営法人が営業権を譲り受けてプロサッカークラブとしてのバンフォーレ甲府が発足。これによって甲府クラブ時代からのアマチュアクラブとしての歴史を終えた。その後、バンフォーレは1999年により J リーグへ加盟して J リーグディビジョン2参加した。チームタイトルは リーグ戦及びカップ戦、個人別タイトルはリーグ戦の未記載。ありがとうございます。